こんにちは、エヴァトタケシです。今回は嫌な人が多いのだから嫌な人から逃げることが多くなるのは当たり前というテーマでお話ししていきたいと思います。<laughs> 人間は完璧な存在ではないので未来を完璧にコントロールすることはできません。何か行動を起こせば必ずうまくいかないことがあるということです。 行動を起こしてうまくいくかどうかは、運で決まります。なので、うまくいけば、よし、ラッキーと喜ぶことができるし、うまくいかなければ、たまたまうまくいかなかっただけだ、次はうまくいかせようと思うことができます。失敗したというのは、たまたま失敗するやり方を選んだというだけなので、次は違うやり方をすれば、うまくいくかもしれないと前向きになることができます。 失敗が続くというのは、たまたま失敗するやり方を選び続けたというだけなので、失敗しないやり方を選ぶまでやり続ければいいだけです。<laughs> 行動を起こせばうまくいかないことがあるのは当たり前のことです。それなのにうまくいかないことがあると自分が悪いからだと考えてしまうことがあります。嫌なことが起きたとき自分のせいだと考えると、 その嫌なことに耐え続けてしまうことがあります。たまたま嫌な人と付き合ってしまったとき、相手が人格否定をしてくるのは自分がダメだからだと考えることで、自分が変われば相手は攻撃してこなくなると思うようになります。そして、その嫌な人から逃げれば楽になると考えることができなくなります。相手から攻撃されるたびに自分が悪いからだと思うことで、 攻撃されるのは自分が悪いからだという思いが強くなっていきます。すると、攻撃されるのは自分のせいなのだから、誰と付き合っても攻撃されるに違いない、付き合う人を変えても意味がないと考えるようになり、苦しい関係から抜け出すことができなくなります。たまたまイライラして攻撃的な人と付き合ってしまっただけなのに、自分のせいだと考えることで、辛い状況から 逃げようと思えなくなってしまいます。世の中には自分の不満を自分で解消できない人がいます。そのような人は他人を攻撃することでイライラを忘れようとします。お前はバカだと見下して俺の方が偉いと優越感を感じることで不満を紛らわそうとする人がいます。未来を完璧にコントロールできない私たちが そのような人に出会ってしまうのは仕方がないことです。生きていれば必ず不機嫌で他人を攻撃せずにはいられない状態になっている人に出会ってしまいます。そのような人に人格否定をされたとき自分が悪いからだと思う必要はありません。相手があなたを攻撃してくるのはあなたに問題があるからではなく相手に問題があるからです。あなたはたまたま 常に機嫌が悪い人に出会ってしまったというだけなのだから自分がダメだからいけないんだと相手の攻撃に耐え続ける必要はありません。お、たまたま自分で自分の機嫌を取ることができない子供みたいな人に出会ってしまったぜと思ってその人から離れることを考えていきましょう。<laughs> 最近の世の中には自分のイライラを 自分でどうすることもできなくなっている人が多くいます。他人を攻撃することでしか自分の心を落ち着かせることができなくなっている人が多くいます。なので他人から馬鹿にされたり見下されたりすることが多くなるかもしれません。しかし、これだけ馬鹿にされるということが多いということは自分が悪いからに違いないと思わないように気をつけてほしいと思います。 見下されるのは自分がダメだからだ。だから付き合う人を変えても意味がないと考えて苦しい関係に耐え続けないように気をつけてほしいと思います。相手が攻撃してくるのは相手に問題があるからだ。相手の問題を解決するのは自分の仕事ではないと考えて嫌な人から逃げるようにしましょう。そのままの自分を受け入れてくれる人は 必ずいるから大丈夫と思って他人を攻撃せずにはいられない状態になっている人たちから逃げまくりましょう。私は攻撃されるのは自分が悪いからではないということを知っています。私は攻撃する人に問題があるということを知っています。私は 相手のイライラを解消するのは自分の仕事ではないということを知っています。私は常に不機嫌な人から距離を取ります。私は他人を攻撃せずにはいられない状態になっている人から離れます。私は相手の攻撃に耐える必要はないということを知っています。 私は嫌な人と付き合う必要はないということを知っています。私はそのままの自分を受け入れてくれる人と付き合います。私は相手のイライラを敏感に察知し、攻撃されない距離を取ることができます。私はこれからも嫌な人から逃げることを楽しんでいきます。